はい、こんにちは。日本改革党靴沢です。対馬陽子様、信様、和幸様、ご支援ありがとうございました。何度もご支援いただきまして誠にありがとうございます。ありがたく頂戴して政治活動資金させていただきたいと思います。対馬陽子さん、なんかがんの手術されるってお聞きしてましたんで心配しておりました。ありがとうございます。11月23日祝日、勤労感謝の日かな、で土曜日です。新大阪駅周辺でメール党員懇親会開催いたします。昨日ちらっとあんなこと言ったら反応が良かったもんですから開催する運びとなりました。お店とか決まったら募集開始いたします。党員メールで、募集開始いたします。よろしくお願いいたします。12月にもですねメール党員忘年会東京開催予定であります。ですんで東京の方も焦らないでですね、メール党員になってください。よろしくお願いします。チャンネル登録もよろしくお願いいたします。100歳になれる人の数は全国で8万4000人って記憶してたんですけれども、今年はもっと増えて9万5119人だったそうであります。もちろん過去最多、100000人に1人もなれない狭き門には変わりがないですね。仮に12万4000人となったら1000人に1人なのかな。女性最高齢は116歳、糸岡富子さん、塩岡って読むかもしれないな。男性最高齢は110歳の水野清隆さん。水野さん、長生きの秘訣さっぱりわからん頭脳も明晰なようで、認知学者、情報のアウトプットしないとボケるだそうであります。ですね、テレビ見っぱなしで情報インプットばっかりしてるとやっぱり良くないようでね。テレビって思考停止させる道具ですから考えないっていうのも悪いよね。会話したりですねネットに書き込んだりのアウトプットは有効みたいですよ。ですんで、認知症になりたくないって思ってられる方は自民党総裁選討論会、男性の大学生党員、40歳まで奨学金返済が続く中で結婚や子育てができるのか不安だ。小泉進次郎、大学に行くのが全てじゃないです。手に職つければ大学を出てからの所得と遜色なく稼げるようなキャリアが今は作れると、世論です。入学してしまった学生にそれを言ってももうすでに借金抱えたやつに言うことじゃねえだろ。奨学金返済が不安ですに対して大学行くのが全てじゃないって答えはやっぱずれてますよね。格差社会を進めたいんだろう。進学したい人は全員進学できるようにするのが政治家では、世襲議員には金の苦労がわからない。親の金で学歴買ってもらった進次郎に言われたくない。会話になってないこいつと議論しても無意味だぞ。教育の話題にはこの答えしか用意してないのだろう。さすが苦労知らずのボンボンなだけある。高卒で成功してる人が言うなら納得だけど、進次郎に票を入れる予定の党員や議員はいい加減目を覚ます進次郎の学歴は関東学院大学経済学部経営学科卒業、偏差値44から49、中央よりちょっと落ちるぐらい、なんですけれども、とってもとっても中央からちょっと落ちるぐらいの受け答えに思えないんですけどね。なんかずるして関東学院にねじ込んだんじゃ、金の力とかで。プラスコロンビア大学院修了だそうで、関東学院だけじゃ弱いと思った親がですねコロンビア大に金でねじ込んだんでしょうね。もしくは関東学院大学も金でねじ込んだでしょうね。とってもね偏差値49とかあるような受け答えに思えないんだな私には。ちょっと境界知能ってあるじゃないですか、ギリギリ健常者みたいな、そんなぐらいなんじゃないのかな。私も大学が全てじゃないと思いますが、政治家がそれ言っちゃダメだろ。しかも大学行って借金抱えた学生にそれ言うのって傷にしよるようなもんじゃないの。政治家ならばですね、優秀な学生がお金の問題で教育を受けられないっていうのは国家の損失であるって考えないとダメなんじゃないのかな。最近判明したですね、指先が壊死しがちな難病51号で、
体質的に獣医に向いてないって分かったんでね、私もね、中卒で もし戻れて中卒で投資始めてたら今頃どうなってたかと思わないでもないであります。まあ時は戻せませんけれども、失敗しやすいデイトレとかじゃなくて、せわしなく取引してるやつじゃなくて、まあ配当狙いでじっくり投資とか中卒で始めてたらどうなったのかな。親にですね、獣医大学に行く金ちょうだいっつってですね、それを元手に、義務教育の真の目的、1、集団行動できるようにする。2、時間を守れるようにする。3、命令や指示に従うようにする。これが3本柱、これ以外のことは枝葉に過ぎません、義務教育。読み書き算数も必要なんですけれども、最大の目的はこちらであります。これですね、産業革命が起きたんですよ、ヨーロッパでね。で、今まで明るくなったらなんとなく農作業して、腹が減ったらなんとなく時間をしてですね、暗くなったらなんとなく作業を終了っていう、のんびりした農民を工場労働者にするための3つの大目的なんですね。集団行動できるようにする。工場で集団行動できなかったら大変だ。命令や指示に従うようにする。工場で命令や指示に従わなかったら大変だ。時間を守れるようにする。機械は時間で動いてますから、それに合わせられなきゃ大変ですもんね。これそれとですね、工場労働者もそうなんですけども、近代的な兵士にするためにも非常に有効なんですよ。これは兵隊のあれだな、できる最低限これできないと兵隊になれないっていうですね、近代的な兵士。義務教育から上の教育の目的はですね、文章を理解し文章を作れること。まあ理系のですね、研究なんかは、まあ、科学産業の発展のために必要なんですけれども、まあ義務教育から上の教育の目的ってまあこれなんですよ。理系でもですね、作ったものの説明文書でできなきゃどうしようもねえんだよね。大きい組織であればあるほど何もかも文書のやり取りで進んでいくものであります。ちっちゃい町工場で、社員数名とかだったら口頭でもいいんでしょうけど、裁判なんかもほぼ文書のやり取りであります。上に意見するときもそれを文書にできないと出世しないのが今の日本社会。中卒の人でも文書の達人ならば大きい組織で出世も可能。そういうのって広まってないんで、なんとなくみんな大学に行ってですね、卒論書くのって社会に出るために重要な訓練だと思いますけれどもね。役所だと課長以上は文書作る能力ないと課長になれないんじゃないか。課長に言われて文書作る機会があって鍛えて鍛えてですね、まあ文書作れるようになったらじゃあ課長になるかみたいな。とある研究があってですね、市役所のお知らせ程度の文書理解できる人は3割だって、7割は補足の説明とか口で説明が必要なんだと。同程度役所のお知らせ程度の文書作れる人は1割しかいない。そうであります。文書作れる1割に世の中支配されちゃってませんかね。官僚とかね、官僚とか文書を得意そうでしょ。文書作れる人間はまさかこれを7割が理解してないとは夢にも思ってないで、一向に改善しない。もっとわかりやすく、書こうって気が起きない。まさかこれわかんでしょみたいな感じだわね。司会者、日本製鉄の US スチール買収に米国政府が待ったをかけてるが、これに対して日本政府として対抗するのか。小泉進次郎、中国問題、一度はてな世論です。はてなはてなはてな。いやでももしかしたらそうなのかもしれないし、一周回って転生かもしれない。もし首相になってしまったら外交がマジで危険すぎる。ものすごい先を見てるのか、それともおぼろげに浮かんできたのか、ひょっとして確信をついた発言なのか。金属の中では鉄が一番好きとか言い出しそう。中国が環境問題を無視しながら低コストで底を大量生産、まあ質の悪い鉄鋼ですよ、 US スチールの経営が傾く。日本製鉄、日米タッグで中国に対抗しかで、手助けということで中国問題って言ってるんですかね。信じろ、絶対そこまで考えてないと思いますけれども、確かに世界中のありとあらゆる問題が中国が原因だから、過言ではないからね、不正解ではないですけれどもね。自称ジャーナリストでフォロワーの数の割に異常にいいねやリツイートが少ないことで有名な
津田大輔さん、広島で人々はなぜ自民党に投票し続けるのかをテーマに講演します。自称ジャーナリストで、なんでサンモニに出演できているか全然わからない青木治、一言で終わりそう。劣等民族だからって、日本人が劣等民族って言っちゃいましたよこの人。津田大輔、あはははは、凄まじい日本人に対するヘイトスピーチを披露しておりました。世論です。リアルで劣等民族って、いうやつ初めて見たかも。この人らが日本人じゃなくて日本人を憎んでる以外の答えがない。一緒そうやって冷笑気取ってればいいよね。自分たちが支持されない理由を国民に責任転嫁してるうちは政権交代は無理。こんなのを公で喋ってそれをたしなめない津田も終わってる。桜ウイロー岡田光と並ぶ共産通信の大スター青木治さん、この前の都知事選でシールペタペタ批判されてからの逆ギレとか変な踊り踊ってたりとか、ああいうの見てやっぱり立憲共産はダメだ、いくらクソでも自民しかないって思った人間はかなりいると思うよ。こいつらなんで日本で言論活動してんだ。落選すると〇〇の有権者はバカバカって毒づくバカがたまにいますけどね。例えば何々県のやつらはみたいな、自分が支持されないのを有権者のせいにするメンタルだから支持されないんですよね。日本人は劣等民族って笑えるって、青木も津田も偽装日本人で日本人じゃないんでしょうねこれね。これ YouTube で言ったらしいがなんでバンなんないんだろう。本人の努力で変えられない属性を非難するっていうのがヘイトスピーチの定義ですね。共産党員であるっていう属性は本人が変えられるから非難してもいいんですよ。共産党っぽいことしてるであるとか、自分で言わないこともできるし共産党員辞めますってこともできるんだから非難してもいいんですよ。死刑に反対してるっていうのも変えられる属性だから非難してもいいんですよ。それはヘイトスピーチにならないんですよ。政府、収入があるお金持ちの後期高齢者は、医療費3割負担をお願いするか。新聞赤旗、政府は後期高齢者の医療負担を増やそうとしている。今まで社会に貢献してきた高齢者いじめをやめろ、訴えておりました。世論です。共産党員のメイン層が後期高齢者だもんね。共産党の支持者なんて後期高齢者ばっかやろしな。なら後期高齢者の党員から集金するのやめたら。党員の年金で支えられている共産党が何をほざくと。自分たちの取り分が減っちゃうからじゃ。政府に取られちゃうと自分らの取り分が減ってしまうから焦っている。共産党員は高齢者ばかりだしな、死活問題なんだろう。うちのとこは高齢者多いんですってか。労働者を痛めつけ搾取する悪しき日本共産党。高齢者を優遇するとどうしても現役世代の負担増さないか。増すでしょそりゃ。共産党はそれはどうでもいいって言ってんの。いくらなんでもひどくない。そんなんながらゆっくりと消滅に向かっていってんですよね。政府はですね、所得が低い高齢者は1割のままでお金持ちは3割でお願いしますって言ってんだから、共産党員や共産党支持者は3割負担にならないでしょ。1割のままでしょ。お金持ちいないんだからさ。そういえば近鉄共産党ね、代々木本部ビルの改修メンテナンスに5億円かかるから寄付しろって呼びかけてましたけれども、集まったんですかね。共産党こそ高齢者にたがってんじゃねえよな。今日の単身です。日本人の旅行離れ、海外旅行はコロナ前の4割減、国内旅行は前年度割れの右肩下がりが続いているそうであります。それはゆっくりとね、全員が貧乏になってなら旅行行けませんよ。平均世帯所得ね、一人じゃなくて、1994年664万円、2021年545万円、世帯所得の中央値、1993年550万円、2021年423万円、100万円以上下がっちゃってるよ。平均所得っていうのはですね、一人で10億円も稼ぐ人いればそれだけでグッと上がっちゃいますけれども、中央値はそれに左右されません。なので中央値が実態に近い数字なんですけれども、日本人は20年でだいぶ貧乏になったのは明らかですよね。これは実質税負担率 47% の重税で、気分が晴れない、消費する余裕がない、物作っても買ってもらえないから経済が縮小していくっていう悪循環のせいじゃないでしょうか。この最中にですね、もっと気分を落ち込ませる消費税増税倍にしちゃった、 5% から 10% にしちゃった野田政権、本当に日本を破壊することに成功してますよね。お金の問題だけじゃなくてですね、
今は現地の映像が手軽に見れますから YouTube で実際に足を運ぶまでもなく、行った気分になれますしね、若い人はやたらタイパ、タイムパフォーマンス気にするし、中年以降は旅行が億劫になります。非常に億劫になります、タイパ気にする若者はですね、時間つぶしでしかないゲームに没頭とか矛盾していると思うのは私が年取ったからかな、ゲームしたいから他のことの時間がもったいないってことなのかな、よくわかんないですけどね。来日中のインドネシアの労働大臣、今後5年間で25万人の労働者を日本に送り込むって言ってました、岸田の実弟、弟がそういえばインドネシア人の人買い会社経営してましたっけね、けどこれよく言えるなーって。日本の大臣がよ、もし日本人労働者を25万人欧州に売りつけますって言ったら大変なことになりそうですね。送り込みます、国内の人でどうすんだとか、奴隷売買かよとか言われちゃいますね。日本の若者は日本のために働いてもらわないと傾いちゃいますよ。人で輸出しなくちゃいけないぐらい、インドネシアってそんなに人余ってんですかね、国内に産業ない、働く場所がないって言ったらそんなに子供作んなきゃいいのにって思いませんか。全く外国から労働力を輸入したら、ますます日本人の所得下がっていくよね。日本人が貧乏になったのはやっぱり政治のせいですよね、これね。トランプ前大統領暗殺未遂で逮捕されたライアン・ラウス58歳、ネットに民主主義が問われている、我々は負けるわけにはいかないと書き込んでました、候補者を暴力で排除するって一番民主主義っぽくないんですけどね、どう考えてんだろう、それ矛盾しないのかな。自分の中で民主主義掲げて暴力を駆使って矛盾してるよね、この人ね、日本共産党レベルにまで落ちぶれてますよね。いっぱいいろんな人いるな、アメリカには。アメリカ留学した友人がですね、アメリカ人のバカって日本人がとて理解できないぐらいのバカでさ、日本人はいくらバカって言っても限度があるでしょっていつその思い出します。すごい変わった人いるような、まあ人口も多いですからね、というわけで、メール党員さん大募集であります。大阪で11月23日にメール党員懇親会やります。予定の調整しといてください。よろしくお願いいたします。デトックスジャパン。